ということでね、じゃ早速ね、行きましょう。頼むから白飛びでやってくれ。ちょっと一枚ずつ確認していきましょう。まあ、前回の動画の続きになるんですけど、この辺のね、白掛け、この辺のね、白スラッシュと自分が言ってたものがね、もし白飛びだったらね、知ってる方もね、いるかと思いますし、逆にね、知らない方もね、いるかもしれません。白飛びっていうことだったら、こちらね、白だったらセロハンテープでね、取れる可能性があるので、まあ、傷じゃなければね、ちょっとね、まだこれからやってみないとわからないんですが、これもし白飛びだったら、セロハンテープで取れるので、もう一回繰り返しますが、白飛びだったらセロハンテープで取れるので、これからね、やっていきたいと思います。マジで頼む。白飛びでやってくれ。さあ、無理にね、絶対手で剥がさないようにセロハンテープでいきます。じゃ、まず1枚目からいきましょう。こちらはね、白掛けはなかったので、もしね、白飛びだったら、取れるということで。取れたー。ここわかるかな？ここにね、ちょっと傷が残ってるんですよね、ここに。ただ、それ以外はね、取れましたね。よかった。ここはね、取れました。ちょっとここがね、残ってるのか、ちょっと見にくいかな？見えるかな？ここはちょっと見えるかな？ここの傷が。これはどうだろうなー。ちょっといきます。ここはどうだったのか。これは、お！おー、ここもね、ちょっと取れましたね。ツイッターのね、DM でも、白飛びの可能性ありますっていうことと、コメント欄でもね、白飛びなんじゃないかっていうことを言っていただいてね、本当にありがとうございます。ちょっとここのね、傷、少し残ってるのと、まあ、ここのね、少し傷が残っちゃってた。ただね、ここの髪の毛の部分は綺麗に取れましたね。めちゃくちゃ綺麗に取れました、ここは。で、白掛け。白掛けや白ポチはないので、まあ、ほぼほぼね、備品に戻りましたね。ここがちょっと悔やまれるな。ここがちょっと2つ悔やまれるんですけど、だいぶね、ここのね、白飛びの方はね、落ちましたね、無事。いやー、よかった。ちょっとね、2枚目の方はもうね、そもそもがここに白掛けがあるんですけど、まあ、ここがね、落ちそうですね。これ全部、ここ全部白飛びっぽいね。いやー、ちょっと落ちないか、ここは。ここは、ま、傷か。これは傷っぽいね。ま、2枚目はちょっとダメでしたね。ここも傷っぽいんだよな、これ同じように、ここ。そうだね、ここ取れなかったかな。で、あとは、あ、そう、ここね。ここがどうだろうか。ここがどうなのか。おー、取れたね。ここは取れましたね、綺麗に。よし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 。なので、まあちょっとね、ここのね、まあ明らかに、白掛けと、ここのね、傷っぽいのは取れなかったんですけど、もうね、取れなかったかな。ただ、ここがね、綺麗に今、白飛びの方がね、取れました。よかった。皆さんもね、もし買って、あ、これ傷かなと思って、あ、これ取れないかなと思ったらね、ぜひむやみにね、手で擦らず、ぜひね、手で擦らず、セロハンテープね、使ってください。じゃあ、3枚目ちょっと行きましょう。3枚目どうか。ここのアルティメットスラッシュ落ちてくれ。落ちそうだね、ここ。おー、取れたね。よかった、取れた、取れたね。ここは取れないか。ここか、あと。この辺の箔は、この辺の傷は。ちょっと待ってね。ここがちょっと残ってるね。ここの傷が残ったかな、これは。さあ、これもね、取れそうだね。いやー、だいぶ綺麗になりましたね。まあ、若干ここにね、ちょっと傷が残っちゃったかなっていう感じなんですけど、二つ。ただね、これも、まあ、若干のね、傷に戻ってくれましたっていうことで、まあ、白掛けはどうしようもないんですけど、ここと、まあ、ここのね、まあ、取れなかった部分もあるんですけど、だいぶね、ここのアイコン部分はだいぶ戻ってくれましたね。いや、よかったっていうことで、本当にね、ツイッターの DM でも、これま、白飛びなんじゃないかっていうことをね、ちょっと教えてくださった方、YouTube のコメントでもこれ白飛びなんじゃないかって教えてくださった方、本当にありがとうございます。まあ、白飛びなんじゃないかと思ったら、セロハンテープを使って綺麗にしてみてください。今回ね、こんな感じでした。本当にね、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、1枚目は本当にね、ちょっとだけここにね、ちょっとね、動画越しだとわからないかもしれないけど、目視するとちょっとここにね、若干傷がちょっとだけ残ってるんだけど、もうほぼね、備品に近い状態に1枚目がね、戻ってくれました。よかった。この1枚目がね、一番綺麗になりました。で、2枚目が、まあ、最初からね、ちょっと初期傷、もうこの白掛けはね、しょうがないですよね。この初期傷の白掛けはちょっと残ってるんですが、ここのね、スラッシュの方もね、ちょっとセロハンテープで、まあ、取れなかった。まあ、白飛びじゃない普通の傷だったっていうことでね、残ってしまったんですが、ここのね、
白飛びの部分は綺麗に消えたというのが2枚目でした。はい、3枚目もねちょっと同じように、今ここにね若干このアイコンのね上の部分に傷が戻っちゃったんだけど、もともとはねここの髪の毛の部分にかなりスラッシュが入っていたのが、白飛びだよね、白飛びが入っていたのが、まあ、かなりね綺麗になったっていうことで、ここら辺のもね、綺麗になったということで、だいぶね状態も戻りました。まあ、もしこれをね、どなたかにね売るっていう自分が立場になったら、まあさすがにねちょっと備品とは書かないかな、傷ありっていう状態に書かせていただきます。まあ1枚目もね、多分まあ傷ありっていう状態で書かせていただきますね。ほぼほぼ備品に近い傷ありっていう状態で多分自分だったらね書くと思います。ちょっとね、このままセロハンテープを切ってすぐにね、使うとちょっとね粘着力強すぎるので、まあちょっとねこういうところで一回つけてちょっとね弱めたぐらいで、まあもし箔があったらねこうやって取るのがいいと思います。粘着力強すぎるとカード傷ついちゃうので粘着力に注意と、僕もね動画の中でセロハンテープ何回も何回も細かく刻んでったと思うんですけど、そういう風にねちょっとこういう風にね細かく刻んでった、今みたいに細かく刻んでった方がいいと思います。あんまりねちょっと今怖いんでやんないんですけど、全部ねこうやって全面的にベチャーっとセロハンテープくっつけちゃうとちょっとね怖いので、ちょっとね傷つけちゃう可能性高まってしまうので、まあ今みたいにね注意点2つ、この粘着力弱めるのと、ハクトビをね取るときはなるべく細かく刻んで取っていくのがおすすめだと思います。くれぐれもねセロハンテープ使うので、くれぐれもね注意しながらやってみてください。はい、ということでね今回の動画はこんな感じでした。はい、最後までねご視聴いただきありがとうございました。またねー、バイバーイ。